どうもー、始まりました、おやしくです。よろしくお願いします。今日はですね、王の強運への道ということでですね、実はミヤネ屋でサマージャンボ宝くじ当選企画っていうのをやってまして、それに今週1週間応募してたんです。それがですね、今発表されます。今までの4日分は全部外れてました。さあもう早速今発表になりますんで、どうなるか分かりませんけど、電話を待ってたいと思います。来い、電話来い、強運だ、来い。ああ。終わった。こわー。今結果が出ました。王の強運への道。もうね、今週1週間ね、ミヤネ屋のサマージャンボ宝くじプレゼントっていうね、企画をやってたんですよね、ミヤネ屋は。それに毎日応募してですね、昨日までの4日間全部外れてたんです。今日こそ皆さんに、当選をね届けたかったんですけど、王の強運への道、またしても外れとなりました。申し訳ございませんでした。ミヤネ屋から電話がかかってきませんでした。本当にすいませんでした。王の共鳴の道、ガリガリ君のソーダ味が外れまして、ミヤネ屋ももう4回外れて、今日で5回外れましたね。月曜日からやったんで、結局1回も当たらずということで、王の共鳴の道まだまだ続きそうです。いやー悔しい。王の強運への道、まだまだ遠いのかな。ガリガリ君のソーダもダメで、ミヤネ屋もダメで、あと待ってんのは8月11日に発表されるサマージャンボ宝くじですね。まあ王の強運への道っていう企画、当たり次第ね、終了するかもしれませんけども、まだ当たらなかったので、今回も当たらなかったので、まだまだ続きます。皆さん、どうか王の強運への道見守ってください。よろしくお願いします。そしてですね、昨日 LINE ID を公開したんですけども、記念すべき第10回ということで、まだ誰かも来ておりません。果たして見てくれてるんでしょうか、この番組を皆さんは。ね。まあ見てくれてるということをね、もう僕は思ってますんで、ぜひね、YouTube 内のコメント、Twitter、そして LINE、LINE でも結構ですんで、ぜひ何か送ってください。よろしくお願いします。ね。じゃあ今日はね、ミヤネ屋のサマージャンボ宝くじ当選企画っていうのをね、僕が応募して、まあ当ててみようという企画だったんですけども、残念ながら外れました。すいませんでした。次回もね、また競泳の道いつやるか分かりませんが、まあサマージャンボ宝くじ抽選発表日ですかね、やるとしたら。何だか分かりませんが、またこの企画をよろしくお願いします。では皆さん、最後に一言、夢で会いましょう。バイビー。